先月からデイリー運行となった松山ソウル線。韓国チェジュ航空のトップが今日初めて愛媛を訪れ、インバウンド需要の獲得に向け、協力関係の継続などを確認しました。父、おはようございます。鈴木さん、どうもありがとうございました。どうも。県庁を訪れたのは、韓国の格安航空会社チェジュ航空のキム・イベ社長。県内の観光地の視察などのため、今回初めて愛媛を訪問しました。キム社長は今年3月、3年ぶりに再開した松山ソウル線の搭乗率が8割を超え、好調であることをアピール。中村知事も、デイリー運行になったことでビジネスでの利用率アップにつながると期待感を示し、互いに今後も協力関係を継続することを確認しました。デイリー運行に移行後も予約は好調だという松山ソウル線。円安を背景にした訪日ブームを追い風に、県は引き続き韓国人観光客に人気のゴルフ場をはじめ、道後温泉や路面電車といった日本を感じられる観光資源を日常体験できる路線にしたいとしています。